じゃあここは9部隊6万3000大軍でもって小田原城行きますか。兵糧はでもまあ夏だから大丈夫だよね。進め、参りましょう。一大決戦だね。いやだったらね、邪道の戦ここでやりたかったけど、まあいいでしょう。さあ箕輪城陥落、南進が始まるぞ。捕獲でドン、コズ、まあコズだけどいいでしょう。で信玄このまま馬屋橋行きます。ガンガン行きますよ。あ、ソクテロ城に頼るようだ。いいね、捕獲でドン来ちゃう。なんかアップじゃね、随分。まあまあいいでしょう。で信玄このままじゃあ8型行きますか。え、これガンガンいけんじゃない、もしかして。さあ毛利東明延長になりましたね。ソクテロスだよねー、城に頼るようだよねー、ユッケないかもね、そんな時ならね、だよねー。なんでもないです、気にしないでください。今のはちょっと行くぞ、ちょっと上がっちゃっただけです。川越行くか。進め、また選曲が古いよなだよねっていつの歌だよ。行きましょう。さあ太田正景、迷いが生じた、揺らすか。お、八王子だよね。揺らそう揺らそう、一緒のやつ行ってこい。さて92番、96番、70番、勝ったー。はい、完全勝利。これいるんじゃない、いるような気がするよ。太田助政か、助政じゃあねえんだ、いないないなかったな、太田正景。能力的に、いやでも能力そこそこ高いよね。あれ、八王子の軍に混じってないの。あー、これは混じれねえわ。宇治政、鬼義重に助政か、入る余地ないねそっかなるほど。てか八王子むちゃくちゃ武将いっぱいいんだね。さあ、官兵衛と同説。どうだ官兵衛。いや、これ、調査壁。四国の覇権、ほぼほぼ握ってんね。まあ、毛利がいるから、この後、調査壁毛利になるんだろうか。もしくは、調査壁は九州へ向かうのか、ちょっと気になるところではありますね。行きましょう。あ、大月景秀がここで亡くなる。意志ね。使いやすいんだけど、うわーやめてくれー。いや、前線じゃなくてよかったよ。あ、完全に防いでる。あ、本当に？先月の終始。完全に防いでる。より表情を始める。え？何にも対策してなかったけど。そうなんだ。よかった。じゃ、今回、軍、対面でいきますか。いや、よかった。信玄、信長、秀吉。これにて表情。え、だって、ねえ、耐震補修1個しか取ってないんだけど、なんで完全に防げた？わからん、全くわからん、なんで防げたのか。海上攻撃しとこうか。そうしよう。証券モラは小論か。まあ以上で今回は。ご命令を。さて、でまあ信玄と笠原殿がぶつかってる。8700、まあ、五分と五分の戦になるけど、大丈夫でしょう。ここで殲滅してしまえば、押し城も取れるよね。じゃあ、奪った馬屋橋、8型、美濃は、整えましょう。いや、しかし、一気に3城取れたの、でかいね。さあ、武将の移動、済ませました。では、行きますか。皆の力、さあ、宇治政が吠える。吠えとけ、吠えとけ。で、信玄が激突するよね。わからず、行きましょう。ここは殲滅を狙い、押し城、川越城の落城を狙います。行きましょう。じゃあ、鐘を2つぶち鳴らし、今回も狙うのは、罹患の刑乱打ですかね。取り立ってんのちょっと鬱陶しいけど、まあ行きましょう。松山の戦い。さあ、大山高友、向かってきてんね。まあ、これは、挟んでしまえばいいんじゃないかな。横槍を入れ。火が入る。これ、向かってきてんのかな、果敢に。なんか向かってきてるっぽいね。あ、そう。じゃ、信玄を左翼にやるか。で、民部が北に備える。
で引きつけて罹患の刑を打ちたい。罹患の刑臨戦二部隊乗せよ罹患の刑。さあこれで苦しくなるだろう。原子炉まず砦を破壊しに行こう。覚悟しろ。さらにライレン浮かす必要なくなったね。オトリチャンス。まずい信玄これいやかかっとる。攻め立てよ後期。そうか信玄かかっちゃったか。ただしもう一発いやでも罹患の刑乗せてしまえば動けなくなるからね。でいいんじゃないか罹患の刑で再び命令負荷。ライレンもうちょい開いて側面つくか。で砦破壊で原子炉が背後をつこう。こやつは呪われたちの一族ではないか織田智興。まあちょっと言っとくさ怪しいかな。いや大丈夫でしょ。でもさあ教育入ってる引いてるね。引いてるんだったら背後をつくか。ライレンも引いてこよう。そんな無理するとこじゃないもんねまだね。でここで取り囲んで里見の城は全滅できるよね。で逃げ団城を登って大山隊を追いまくればいい。里見の城ここで壊滅壊滅でそしたら織田智興は包み囲んでほふってしまえばいいね。臨戦それがどうした行くか。タイの子猫雷帝のごとし。いやーセリフかっこいいんだよねえなんだかんだ言ってやっぱかっこいいんだよな信玄は。もうねこのかっこよさはね認める。元明にはない。もう認めざるを得ないよ。やっぱり信玄かっこいいよ武田ファンとしてそれは譲れんですね。さあ壊滅しちゃ笠原殿覚悟めさるい。血が入る遺憾の刑。いや赤染め。ああ喋らねえタイミングで撃ってしまったなんてこった壊滅やりました。いやー赤染めようか聞きたかったけどね。まあしょうがねえかやりました見事全滅。また被害もすごく抑えられたね。さあ捕獲でドン来ちゃうのかよまあ来るがいいさ。で川越城測定ろ。おー測定ろいいね。戦には勝てぬぞ。じゃ信玄が押し城行くか。八王子も捨てがたいんだよね。八王子向かおうか。そうしよう。で宇治松と家康激突大戦参りましょう。さあこれは大事な戦だぞ。行きましょう。じゃあ鐘を2つぶち鳴らし、まずはねこの中央の3体を包み囲んでやってしまいたいんですよ。でそれでこの奈落と策で足止めできるかな。まあやってみましょう。小田原の戦い。そうか小田原の戦いか。なるほどね。じゃあ一気に相手取り立ってるね。取り立ってるの結構うるさいかもしんないな。援軍早く来そうだよね。行きましょう。6200。さあいきなり奇襲が入る。まずはこの清水康秀隊行ってしまおう。奇襲が乗せられる。騎士を乗せる。おとりチョアツ。いやいいところでおとりチョアツするな。ちょっと待て家康はまずい。よし避けた。危ない危ない。左近でもって行って、岡部元信で内政向かって大丈夫かな。まガンガン行こう。ここは家康はちょっとおとりチョアツかからない程度で前進しよう。競技乗ってる。岡部元信これ強撃食らうな。少し引こう。始めるぞ切り込め。鬼左近二部隊鬼左近の戦いいね。うおすんげえいっぱいいるな。引いてる1万か。そうか。じゃあこっち側は備える感じだね左翼はね。で右翼でもって押したい。
や、おとり調査引っ張られてんの怖いな。逃れた、おとり調査から犬千代だ。じゃあ犬千代が間宮隊に向かおう。でもおとり調査もう切れそうではあるよね。ガモのおとり調査が解ける。ガモでもって鳥を破壊してしまおう。なんか後々嫌な仕事しそう、この鳥。家康さらに前進する。やりたい前。さあ鳥壊れる。じゃあ蒲生でもって背後をつこう。覚悟は良いか。で正幸でもって清水隊を追って榊原康政と犬千代でもって間宮隊に向かうか。でひたすらに庭と酒井は耐え続けよう。切り込め。その間に右翼崩してしまいたいな。覚悟は良いか。やりたい前へ。さあ攻撃が乗り始める。采配犬中に向かってんね。犬中も少し引こう。で再び鬼左近。でもそっか、右翼に対象部隊いるから右翼を崩すそのまま勝ちなんだね。知れました。位置関係的にはすごくいい感じになってそうだけど、どうだろう。全滅取りたいけどな。そんな甘くないな北条な。少し少し引いてくる。岡部隊ちょっと怖いとこにいるな。包み囲もうとしてんね。岡部隊深追いをやめて引いてこよう。あ、包み囲まれる形になってる。これ待てよ、榊原隊を後ろに回そう。鬼左近、ひたすらに鬼左近。さあこれでどうだ。結構苦しい形になってると思うんだよな北条も。ご命令を。間宮隊の背後をつく。やりたい。さあどうだ。なんかグイグイと家康の方に向かってきてんね。家康少し引くか。うん、早め早めに動こう。ご命令を。あ、引いたね。やりたい。なるほど、再び鬼左近。鬼左近の戦、その身で鬼左近は安定感あるな強さにね。やりたい。被害自体は北条方のが大きく出てるね。やりたい前へ。ただこっちの被害も生半可なもんじゃなさそうだけどね。この様子見ると前へ。どっかで相手方崩れてくんねえかな。覚悟せよ我らの。さあ壊滅した。これで動けるぞ。蒲生が挟み込む。家康が前進する。やりたい前へ。さあ回想回想、内政回想したか。これで間宮隊はいけるね。再びの鬼左近。これ内政このまま取る形になりそうだな。壊滅、背後に回しさらに攻め立てる。内政壊滅だね。まあまあまあいいでしょう。まあ兵自体も3、4万減らしたんじゃないかな。5万減らしたか。まあうちも4万近く減らしてるけど、まあよしとしましょう。大勝利はあるからね。さあどうだ。打ち取った。打ち取ったか。捕獲でドン。清水は小津、まあ解放でね。でどうだ小田原。ソクテロはさすがにない。硬そう。28日。そうでもない。いいんじゃない。でここでニラ山とか下田とか行きたいけど軍がいないんだよな。まあいっか。さあ八王子取り付き、ここもすぐじゃないかな。強行8日、内容させる必要もないね。来てるけど8日じゃ間に合わんでしょ。引いたね。よし陥落、やりました。捕獲でドン。江戸が来るがまあ使うことはなかろうて。ない。いや鬼吉茂来てほしかったね。じゃ信玄は忍城に行きますか。出陣する。今さっきの戦で兵を減らしたからここも強行で20日。いや20日あったらこれ効かねないぞ。どうかな。祇園に6000いるもんね。北畠取り込もう。友則が強いよね。いや強くはないんだけどかっこいいんだよな友則は。なかっこいいってやっぱ大事だよね。いやまあ別に見るべき将はいないな。友則だけですね。いや別に友則も使うかって言われると多分使わないと思うけどね。まあでもいらっしゃいませ。さらに、浮田！浮田！
直家来ちゃったよ、このタイミングで。ああ、前頭もいるのか。いや、これはありがたい。報告しよう。十分前線で使える。これででも、ご命令。三浦が従属するようになるんじゃない？そうだよね、従属するよね。こうなると毛利と隣接だからな。同盟延長。あ、調査壁、しておきましょう。これでも元近とテルモとぶつかりそうな感じあるんだよね。すごく気になるよな。さあ、武将の移動もろもろ済ませました。では、行きましょう。で、まず落ちるのは小田原か？うん、来たね、小田原陥落。もらい受ける。やりました、捕獲でドン。まあ、清水は小津。かたじけない。どうすっかな、家康。玉名は、入るぞ。ニラ山。出てきてるんだったら行くか。そうしよう。続け。で、これはいくつ？11,000。推し城は上限が狭い。9,200。不利だけれども、行くか。なんとかなるっしょ。信玄なら。さあ、内政が吠える。大義名分。大義名分っとしようね。さあ、二山取り付き。来なかったな。包囲で。37日。あ、でも、来てるのか。29日後。一応到着はしてるけど、まあ、問題はないでしょう。問題こっちよな。全軍を展開させ。いや、待て。一徳祭。いや、でも、罹患の刑欲しいな。行きましょう。兵力の上では、北条方が有利。果たしてどうなるか。それじゃ、金を三つぶち鳴らし、この中央の三軍がこの四体に備えます。で、騎馬隊でもって一気に孤立してる一軍叩いてしまいましょう。参ります。推しの戦い。我ら、王道を行かん。で、まず鉄砲隊が敵の主力に備える。で、なぜか知らんけど孤立してる隊を覚悟しろ。騎馬隊でもって叩くということにしましょう。対象部隊か。ご命令。あ、孤立してんの対象だったんだ。あ、じゃあこれやっちゃってもいいんじゃないか。なんか焦って止めに来そうだよね。そしたらね、さあ騎馬隊が駆け寄る。そしたら前進させた方がいいな、これ。きっと止めに出てくると思うからね。この4体も必死こいて、さあ狂気乗り始める。引かせたくないな。どうだ。一徳祭がこちら側に備えよう。罹患の刑の準備します。覚悟しろ。見つかった。行くぞ行くぞ行くぞ。2部隊、はい、3部隊、ここで罹患の刑。さあどうだ。同士打ち開始。ああ、引いたね。攻め立てよ。引いちゃったか。いや、でもなおも追い続けよう。足並みは完全に乱れてるもんね、相手方。始めるぞ。ここまでかな。やりたい前。これ以上はただの深追いになっちゃうね。やりたい前。だから逃げ壇上が側面後に切り替えよう。一徳祭がな、もう一発罹患打つ。信玄少し開こう。開きたいがなんか捕まっちゃってんだよな。これで開けるかな。開けるね。狂気が乗り始める。ライデンが少し引く。互い対壊滅。じゃあ鬼見のさらに進むか。ここにもいるじゃないか、呪われ七。織田友春がね。そうか。あー、壊滅したか、源氏郎。そうかそうかそうか、まあしょうがない。しかし壊滅させる。信玄でもって。なるほど、水根は正丸か。水根は正丸は強いもんね。しかし罹患の刑、これで水根はもうどうしようもないでしょう。で、そこに駆け寄る。まあ、包み囲んでおしまいだね。逃げ壇上と民部でもって呪われ血を断とう。さあ、まずは水根対壊滅。じゃあ織田隊に向かおう。口にするのもはばかられる。罹患の刑さらに打てるぞ。必要ないね。じゃ久しぶりに民部のセリフ聞きますか。
掲げよう。わしが何故そうだね。お主に教えてやろう。はい、教えてください。お願いします。いや、終わってみりゃ圧勝だったな。圧勝、やりたい。圧勝と言っていいのか。俺はでも新勝ではないよね。勲章五分を持って、まあでも倍する兵を減らしてるからな。圧勝っちゃ圧勝なんだろう。で、これで押し城落ちないな、これじゃあ。どう信玄、交渉出たー。で、攻撃に切り替えよう。そうか、交渉出たか。ここはでも交渉できないね。で、武将入ってんのよね。あとは川越町か。入ったら出すか。入ったね。動かそう。じゃあ、岩月、行こう。じゃあ、この5体、兵どれぐらい動かせっかな。秀吉がちょっと少ないんだね。じゃあ、秀吉に揃えて、5体、2万3000。でもって、行くとしましょう、岩月。行きます。岩月って上限狭いんじゃなかったっけ ?1 万か。まあ、五分五分なら問題ないでしょ。行きます。朝比奈信興が迷い生じた。朝比奈はどこにいる？三崎城。ああ、いいんじゃない？つくだ。行ってこい。なんかもう、ね。盛り上がらん武将同士で密談してるよな。51%。じゃあ、金で。金で。よーし、転んだ。いいですね。いきます。さあ、交渉。ライレン、お願いします。笠原殿、笠原殿は、あーでも 28% じゃ無理だな。3分の1の順調な感じをね、最近空回りしっぱなしだからな。いやー、ダメか。さすが、気骨の死よ。これ、撃って出るんじゃないの？凶作。報告いたします。地震の影響で凶作。畑で地割れでもあったんだろうか。これ。落ちてなさそうだな。まあね、ダメだったらダメで改めて出しゃいいからね。問題自体はないけど、まあいっか。じゃあまずは落とした城と言っても落としてないんだよな、このターン。八王子か。八王子を整えます。じゃあ忘れとったわ、こんな剣城が落ちたの。で、まあ武将の移動もねしていきましょう。では引き続き参りましょう。志果たさず。さあ、元氏が吠える。師匠知らず。師匠知らず。毛利が大友に再び行った。無論毛利に味方します。なんか今、毛利型の戦意えらい低かったな。さあ、岩月、取り付き。てん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 。インテル入ってる。38日。まあまあまあ。悪くないですね、全然ね。これ、北条って大義名分で指揮上げてくるのすごく鬱陶しいよね。行きましょう。動いた。さあ、二来山に来た。まあ、ここは全軍を展開させず、境隊、庭隊は城に残します。で、展開させ、揺るがず！あ、揺るがずなんだ。杉たるは及ばざる。あら、そう。ここまでにせよ。さあ、捕獲でドン。時折春。まあまあ。逃しましょう。あら。揺るがずだったんだ。方位6日、即時交渉。してしまうか。じゃあ、元将軍、行ってきてくれ。上司投稿、さすとくか。よーし、いいね。面白い、もらい受ける。まあ、そんな影響なかったけどね。じゃあ、家康このまま、下田に、行きましょう。皆の者、続け！で、これで伊豆半島は完全制圧できるね。これ、あ、征夷大将軍になった。三浦従属。長宗我部と同盟したね。これはどうなるんだ、下田取り付き。強行四十八日。いや、これ信玄どうなる？これね。なんか壊滅必至だし。志。どうなんだこれ。朝倉景典ここで死亡。なんかもみあげが特徴的だったね。別所や猿、ここで亡くなった。長坂信政もここで亡くなった。長坂信政ってさ、これチアリクローだったよね。
チアリクローとかいうめちゃくちゃかっこいい異名があるんだから、もうちょっと優遇してやってもいいような気もするんだよな。さようなら。いたします。これより、さあ表情ですね。征夷大将軍になっちゃったからな。もうあとは天下統一までまっしぐらって感じですね。対名今回、あー今更感あるけど将軍でいこう。勝ったのは家康、秀吉、信長、三英傑だ。これにて表情揃い踏みだね。職人鉱山配備しとこう。都市空権取りますか。以上。下地よ。で、ここで徴兵号令再び打ちましょう。風林火山もいけるかな。お見せしよう。徴兵号令、しかし使いやすいよな徴兵号令ね。で、さらに風林火山も打ちます。親方様、お見せしよう。お見せしてくれ。お市場落ちてるんだろうかこれ。絶対落ちてないよな。4日でしょ。2日ぐらいで来るんじゃない。5日、4日。いやこれ待って、どうなんこれ。まあ、落ちてるということにしてしまおう。じゃあニラ山整えます。では引き続き参りましょう。押し城落ちた、落ちたね。王道の勝利を。落ちたか、ちょっとおい。ちょっと待って、どうやって落としたの。落ちると同時に全部隊壊滅したんだけど、ちょっと何がどうなったこれ。最後の一兵でこうなんつうの、相打ちになったのかな。えーいドスっつって、でそこに残ったのは将軍のみと、そういうこと。いや壮絶な落城ですね、お市場ね。行きましょう。でここで唐沢山宇都宮行ってしまってもいいね。これ何家だっけ。佐野か、佐野に行ってもいいな。さあ集まってる7300。おーっとー来たねー、時期8万。勝った勝った、時期8万かっこいい。相変わらずかっこいい。岡本健一由来だぞ。元佐竹だね。じゃあ健一、待てよ、玉縄祇園この辺り揺らしていいな。もう健一でも戦場に出てこなそうだよな。 98%95%74%。 いや鬼を刺激してくんないかな。でさらに田ヶ谷揺らしましょう。 90%94%66%。 順調だね。金がもうない。岩月かなく落ちちゃったよ。ちょ、来んの遅いんじゃないあんたら。サホバックでドン。どちらも来ちゃう。え、これ、このまま来んのかな？どうなんだろう。どうしよう。迎え撃つか。あ、来たね。揺るがず。揺るがず？全滅取りたいな。取ろう。これ時期8万とこだよね。1万の1万。風林火山の効果ってこと？揺るがずになんの？揺るがずは全くの予想の外であったな。でもここはね、もう皆さん、お分かりの通り、金金金でひどい戦をしてしまいましょう。まあ、今回狙うのは邪道の戦からのね、六天魔王大返し鬼柴田とかいう強力な戦法の連発ですね。行きましょう。さあ、近づきた一戦、間宮か。もうちょい、もうちょい我慢したいな。いやー、雪崩打ってきてしまったね。耐えよう、少し耐えよう。鬼柴田がつく79溜まったら打ち始めていいからね。6点魔王89溜まった、いきますか。聖堂の戦、聖堂の戦、臨戦、聖堂の戦、臨戦、臨戦、さらに聖堂の戦、臨戦で回復3。いきますか、六天魔王。臨戦、臨戦、臨戦からのこの六天魔王を打つと
えらいことになると思うよ。六天魔王大返し、さらに鬼柴田、はい、勝ったー。行きましょう。もうひどいことになるでしょう、これもう。だって速度4ダウンって動けないんだね。へえ、全く動けてないね。鬼柴田かかれい。いや、ひどいことになったな、これ。ほら、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 オスのみは奇襲。それがどうした。なんならもう一発撃つぞ、鬼柴田。大返し、もう一回いっちゃおうかな。臨戦、臨戦で、秀吉が速度を生かし、ちょっと待って、速度6って、これ多分全く知らない次元の速度出るよ。いきましょう。さあどうだ。もうゴリゴリ押すだけだよね。始めるぞ。容赦せぬぞ。壊滅。はえー。はえー。尋常一様ならざる速さだ。いきますか、もう一発。聖堂の戦。聖堂の戦。まだ壊れるなよ。まだ早いぞ、壊れるには。聖堂の戦。しかもこれさ、邪道の戦の聖堂の戦と臨戦でもってさ、能力がどんどん上がってんだよね。それがまたでかいよな。まだ壊れるなよ。よし、鬼柴田。鬼柴田ってさ、色差がんのいいよね。壊滅、さらに反転、間宮隊にかかる。壊滅つえいきますか、六天魔王。あー、喋らない。お見せしよう。そっか、やりたい。前へ叩き潰せ。いや、これちょ、また動きがスンってキビキビ動くよね。ご命令を。押そう、ガンガン押そう。勝ち時の声。それがどうした、鬼柴田。かかれ、足軽隊。楽しい、邪道の戦くっそ楽しい。これやばいだろ、この楽しさ。はい、壊滅。やっぱね、強い戦法を揃えての邪道の戦、くっそ楽しいね。ちょ、信長手こずってんのか、これもしかして。まあ、時期8万に向かってしまいましょう。鬼柴田、あは、喋らない、タイミング悪かった。しかし、ここで、時期8万壊滅。見事勝利と、相成りました。いや、やっぱ邪道の戦半端ねえわ、この面白さ。被害軽微すぎるだろ、これ。いやー、ひどい戦でございましたわ。